今日は10月の1日です。今回、芍薬の植え替えをしたいと思います。ここに、芍薬の株が2株ありますけれど、かなり長い間植え替えしてません。多分10年以上だと思います。まあ、花はまだしっかり咲いてるんですけれど、植え替え、もしくは株が大きくなってるようでしたらですね、株分けをしたいと思います。こちらの方は株はまだ小さそうですね。こちらの方がですね大きそうなので、まずこちらの方から植え替えをしたいと思います。地上部の方はもう枯れてますので、まずこれを少し刈りたいと思います。植え替えは久々ですので、ちょっと要領を忘れたところありますけれど、まあなんとかやってみたいと思います。30分ほどちょっと掘ったんですけれど、まだだいぶ深いようです。もう少しやってみたいと思います。ちょっと根っこを少し切りましたけど、なんとか掘り上がってきました。周りの土を取ってですね、ちょっと 根をきれいにしたいと思います。
一応株を掘り上げました。かなり大きくなってまして、掘り上げていく途中で、分かれてしまいました。株分けということでこれはこれでいいかなと思います。そうですね、これですね、芽が出てますね。はい、これですね、これもう芽が出てます。これが花になっていきます。これもたくさん芽が出てます。これとかこれとかですね、これは大きいんでもう2つぐらいに分けたいんですけれど、ちょっと怖いのでこれはこのままにしていきます。はい、この3つ、一応3つに株分けをしたということで、これをですね、埋めていきたいと思います。今ほど掘り上げた横にですね、ちょっと空いてるところがありますので、ここに3箇所穴を掘って、根を植えていきたいと思います。株を植えるための穴を3つ開けました。約40分か50分ぐらいかかりました。この3つ目の穴を開けた時に隣のキウイの根っこが出てきてしまいました。ちょっと頑張ったんですけどこれではダメなので、結局先ほどの掘り上げたそのこちら側にですねもう一つ穴を掘りました。全部で穴4つ掘ったわけですけれど、大変でした。穴の直径はだいたい 3-40 センチぐらい、深さは 4-50 センチぐらいですね。この穴を、3つと言いますか4つと言いますかこれを作りました。ここにですね、元肥堆肥を少し入れて土をかぶせてその上にですね、先ほどの株分けした株をですね、植えていこうと思います。それではですね、穴掘った一番最初に堆肥をですね入れていきたいと思います。牛糞堆肥です。次に園芸用の環境性肥料ですね、元肥として環境性肥料これを入れていきます。
このように肥料と緩効性肥料と牛糞堆肥を入れました。この上にですね、土を5センチほどかぶせて、その上に株を置いていきたいと思います。堆肥と緩効性肥料を置いた上にですね、土を5センチほど盛りました。そしてですね、先ほどの芍薬の株をですね、このようにセットしました。一応花芽とですね、花芽がですね、地上から4、5センチ埋まるくらいにですね、この株をセットしました。これが一番大きい株になります。で、3つ目がこれです。全部花芽がですね、上に向くようにしてセットしてあります。次にですね、かぶせる土にですね、これにまた肥料を混ぜ込みたいと思います。混ぜ込む肥料はこれになります。マガンプ K ですね。約1年間の効き目ということで、土に混ぜ込む元肥ということで、これをですね、かぶせる土に混ぜ込んでいきたいと思います。3株とも土をかぶせ終えました。目印にですね、株の前に棒を立てておきました。これが2つ目ですね。これが3つ目になります。この後はですね、たっぷり水をかけてで、終了ということで、来年はですね、
綺麗な芍薬が見れることを期待しております。